はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はですね、トレード品が届きましたので、ご紹介したいと思います。ちょっとね、紹介が遅れてしまってね、本当に申し訳ありませんでしたね。今回ですね、トレードしていただいたのは、YouTube 名クレア鳥様こと、牧野蔵様よりで、届きました。本当にこの度はね、トレードしていただき、ありがとうございます。封筒はですね、お互いの住所、氏名記載していますので、紹介は省略させていただこうと思います。最初ですはですね、ちょっと噛みました、すいません。お手紙を紹介したいと思います。はい、なんとこちらですね、セーラームーン。これね、私すごい見覚えがあるんですけど、多分ね、付録ですね。私多分ね、これドストライクですよ。年代的に。買ってましたもん、仲良し。すごいね、ちょっと懐かしいなと思って。お母様とかが持ってたのかな？すごくね、懐かしい気持ちになりました。本当にね、ありがとうございます。ではね、お手紙紹介したいと思います。はい、ふう様へ、今回は初トレードありがとうございます。ふう様とトレードできてとっても嬉しいです。またトレードしてくださると嬉しいです。そして友チケ交換もしてくださりありがとうございます。とっても嬉しいです。いつもハングなどで仲良くさせてもらいありがとうございます。PS 字が汚くてすいません。クレア鳥こと牧野蔵よりということでね、サインも書いていただきました。いや、こちらこそね、本当にありがとうございます。牧野蔵様とはですね、アイカツカードかな、が今回はメインで交換させていただきました。ほぼね、ノーマルがメインで交換していただいて、すごい貴重なカードを、私に譲っていただきまして、今すごく、初期段とか、2014年の前半カードすごくね、熱望していたので、すごく嬉しかったですね。ではね、早速ご紹介していきたいと思います。最初にですね、イラストをね、描いてくださったんです。こちら。ラーラちゃんと、ミレイちゃん。かな？フー様。あ、うちかな？メインキャラちゃんかな？でもちょっとミレイちゃんにも似てるけど。でもホリックトリックの服かな？だから、きっとメインちゃんの、友チケ見て描いてくださったのかなと思います。すごくね、絵が上手で、娘もすごい喜んでましたね。本当にありがとうございます。ではですね、早速、メインの、方をね、ご紹介して、と思います。あ、すいません、ちょっとレンジの音が鳴っちゃった。で、こちらですね、はい、ロリゴシックのアクアパティシエスカート、ピンクフラワースカート、ボヘミアンスカイのアラビアンプリンセススカート、ロリゴシックのブリティッシュブーツ、マジカルトイのデコラッピングブーツ、ブラックレーシーショーパン、スイングロックのトレジャーマップブーツ、ロリゴシックのブリティッシュスカート、エンジェリーシュガーのエンジェリーベアフリルトップス、ロリゴシックのマリンパティシエシューズですね。噛みました、すいません。で、デトロポップトップス、ハッピーレインボーのチアーズスニーカー、ダブルストラップパンプス。ということで、こちらをね、メインにトレードしていただきました。本当にありがとうございます。大切にね、使わせていただきたいと思っておりますね。ちょっとさっきからピンポンピンポン、申し訳ないですね。で、あと、こちらもね、入ってました。イラストサインなど下手ですいません。ということで、いえ、見てください。かしこま、ラーラちゃんのですね。あ、裏面にもちょっと手紙がありますね。すいません。ちょっと出しておきますが。でもよかったら飾ってくださると嬉しいです。ということで。はい。ぜひね、飾らせていただこうと思います。ちょっとね、机の周りが今、だいぶね、ちょっと、いろんな作業物がいっぱいあって、ちょっと今、お掃除をしているので、ぜひね、飾らせていただきたいと思います。ではですね、このイラスト以外にも、たくさんね、おまけをね、いただいてしまいました。本当にもらってしまっていいのかっていうぐらいいただいてしまいまして。本当にね、ありがたいんですけども。早速、ご紹介させていただきたいと思います。ちょっと日本語が変でしたね。申し訳ないです。はい。それでは、
こちらですね。はい、トレードありがとうございますということで、こちらですね。マジカルトイのステップマジシャンパンツ。いつも仲良くしてくださりありがとうございますということで、サインも入ってますね。ありがとうございます。こちらこそ。で、こちらがピンクファーパンプス。キャンディープリントラグラン T シャツ、サンフラワースカート、サンフラワーサンダルのコーデでいただきました。で、こちらスパイシーアゲハのミアミリタリーチューブトップス。わ、ミアさん超懐かしいんですけど。はい、同じくミアミリタリースカート、ミアキャッシーズサンダルですね。あ、ミアさんのコーデありがとうございます。で、こちらが、乙女ちゃんのステージ衣装ですね。イエローステージボレロ、イエローステージスカート、イエローステージパンプス。こちらもね、コーデでいただきました。ルンルンリボンブーツ、オーロラファンタジーのリリーベルスカート、スパイシーアゲハのブラックフリルタンクトップス、レースデザインデニムベスト、オーロラファンタジーのエレガンスパープルトップス、オーロラフレアスカート、デニムフリ、うん、違う、フリルデニムスカート、エンジェリシュガーのですね。で、レースソックス付きピンクパンプス、ポッピンキャンディシャツ。ということで、こんなにもたくさんのね、おまけをつけてくださいました。本当にありがとうございます。こちらも、大切にね、使わせていただきたいと思います。で、最後に、友近をね、ご紹介しようと思います。ああ、崩れちゃった絵が。すいません。ではね、早速紹介したいと思います。こちらですね。ね、紹介しやすいようにマスキングテープをしてくださいましたね。で、あとね、ハートの型がね、切ってあるんですよ。おしゃれ。ありがとうございます。ではですね、最初に魔女っ子トリッキーハロウィンコーデを着ているクレア様ですね。すごい、今の時期ね、もうこれ。ザ・ハロウィンですもんね。ありがとうございます。で、こちらが、友近交換トップスインチューブを着ている、クレア様ですね。あとは友近交換コーデを着ていますね。はい。もうね、友近交換コーデ大好きなので、使わせていただこうと思います。で、こちらが、アイドル、ケンジコーデで、アクセサリーがホリックトリックサイリムヘアアクセをつけているクレア様ですね。こちらのアクセの組み合わせも可愛いですね。その色が、モノトーンがやっぱり合っているので、いいですね。うちもあとメインちゃんがトップスが出れば揃うので、ぜひね、輩出したいんですけども。ということで、こちらね、貴重な友近を、譲っていただきました。交換していただきました。本当にありがとうございます。こちらも、使わせていただいて、ぜひね、共演させていただきたいと思います。ということでですね、今回は YouTube 名、すごい、また忘れした際。すいません。クレアトリー様こと、マキノゾ様より、トレードしていただいたお品と、友近と、あと素敵なね、お品をご紹介させていただきました。この度は本当にありがとうございました。これからもですね、仲良くしていただけると、嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント等ぜひよろしくお願いいたします。